ようやく会えたね。本当です。1年も出てたのに全然会えなくて。僕が生まれたのは最近だからね。それは私知りませんでした、ごめんなさい。どう？カフェ巡り。わ、すごい楽しいです。うん、見ていく場所ばっかりだったので。まだまだ吉祥寺は行ってないカフェがあるからね。いや、奥深い街だなって再認識してます。どんどん新しい年もチャレンジしてよね。はい、ぜひお願いします。大げさだね。ところで今日はどうしたの？今日はステレさんの忘年会に遊びに来てます。忘年会じゃないよ、招待いただきました。仕事納めだよ。ハイタッチ。はい。奥にジョージもいるよ。去年の忘年会ぶりだね。ここはどんな店か知ってる？いや、なんかジョージさんが11月今年の11月中旬ぐらいにオープンされたお店っていう。そうなんだよ、できたばっかり。とりあえず、また来年もよろしくお願いします。じゃあバイバイ。またカフェ巡り、今度は僕も出るよ。出るかな。ご一緒しましょう。皆さん見てください。